工場で作られていたのは全長4メートルを超える特注品。ホテルやフィットネスクラブで使われる大型浴槽だ。材料は1枚の巨大なアクリル板。特殊な装置で真空状態を作り、板を吸引して加工するが、ここまでの大型成形機は国内でも珍しい。これは大きすぎてないので自分のところで作りました。こんな大きいものができますよっていうことを、会社として、PR して、それで、他の仕事も取れたらいいなと。福井市でプラスチック製品を製造販売する日本真空化学。もともとはカーブミラーの鏡面製造が主力だったが、創業から40年余りの間に性質や用途に応じたプラスチックの成形技術を磨いてきた。幻想的な空間演出に一役買っているのはアクリルパイプ。日本真空化学は直径1メートル以上のアクリルパイプで国内トップシェア。水族館の大型水槽にも採用されている。こうした幅広い商品展開には戦略的な狙いがある。永続的に持続する企業を目指すとするなら、一つのことをずっとやるよりも、手広くいろんなことをやっていく方が、正解。日本真空化学の特ダネ、ニッチ分野に商機あり、プラスチックの可能性を追求する多彩な商品開発力。アクリルパイプは強度はもちろん、つなぎ目のないガラスのような透明感が求められる。それだけに知識と経験が品質を左右する。諸先輩方から受け継がれた、データというものがあったんですけれども、厚みを作る上で触媒の調合量、温度管理をしてるんで、そこが一番難しいところです。社員はおよそ40人。少数精鋭で製造方法が異なる8種類もの成形に対応している。現在売上の4割を占めるのがモノマーキャストナイロンと呼ばれる機能性を高めた特殊なプラスチックだ。これはすごく硬くて寿命が長いプラスチックになります。で、摩耗に強い、耐久性があると。こうした特徴から機械の歯車やシャフト、食品製造工程で金属が適さない部分にも使われる。しかしこの製品特有の課題もある。大変難しくて、空気に触れてはいけない原料で、大量生産に向かない。これはうち合わせて今国内で3社、他にこれやろうっていうところはないと思います。実はこれこそが日本真空化学の生き残り戦略なのだ。ニッチな世界であれば陳腐化しにくいっていう、とにかくやめずに続けるっていけば、そこに小さいけども需要は必ずあって、そこに対しての供給っていうのはゼロにはならない。できるだけ珍しいっていうか、あまり人がやってないようなことをやってきたつもりです。さらに市場ニーズへの対応力を高めようと販路拡大にも取り組む。コロナ禍に対応したスポーツジム用のユニークなアクリルパーテーションや、ネット販売を予定する家庭用の防犯安全ミラーはその一例だ。今やってる仕事に別にこだわる必要なくて、いいと思ったものをそれをチャレンジすると、でやってみ、とにかくやってみるっていうのはこれからも続けていきたいなと。日本真空化学、海道直人社長、変化を恐れず次のニッチな市場を追い求めている。